1992年、アメリカ川のほとりに6番目のテーマランド、クリッターカントリーが誕生。ここは愉快な小動物たちの国。スリルとロマンがいっぱいのニューアトラクション、スプラッシュマウンテン。フレアラビットが奇想天外な物語を繰り広げます。クライマックスでは丸木舟に乗って滝壺に一直線。今までにない興奮がいっぱい。さて、その狐どんだ、やつも昔から自分の悪知恵に自信を持ちすぎるという悪癖があってな、ウサギどんを捕まえてもしまいにはもうまっと逃げられてしまうんだ。身を待っている楽しみな冒険の旅さね返せさね返せ
差に変えて冒険はやめた方がいい面倒が君を待っている面倒もたくさんあるぞ差に変えて見てウサギだメロンの熊の捕まりそうだ
てしまう。絶対に出てきた。ティッパーティーメン。バスバスライスだ。もう見たんだ。ティッパーティーメン。ティッパーティーメン。いつでも熊と友達だ。ティッパーティーメン。ティッパーティーメン。みんな仲良くお祭りさ。幸せだね、ワンダフルデイ。ジッパリドゥダ、ジッパリデイ。なんて素晴らしい、ワンダフルデイ。お帰りなさい、ウサギドン。みんな君を待っていた。家での旅を終えて、生まれ故郷の茨の茂みへ、ジッパリドゥダ。幸せだね、さあ帰ろう。ティッパニー・ドゥ・ダー、ティッパニー・デイ。なんて素晴らしいワンダフルデ
Thank you.
夢と魔法の王国東京ディズニーランドは1983年4月15日の午前9時にグランドオープンいたしました。そして本日2013年4月15日東京ディズニーリゾートはたくさんのゲストの皆様に見守られて30周年を迎えることとなりました。この記念すべき日に際しまして、はじめに株式会社オリエンタルランド代表取締役会長兼 CEO 加賀美俊雄よりご挨拶をさせていただきます。加賀美さん、お願いいたします。本日は朝早くから東京ディズニーリゾート30周年ザ・ハピネスイヤーのオープニングセレモニーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで本日4月15日東京ディズニーリゾートは30周年を迎えることができました。これも一重にこれまで東京ディズニーリゾートにお越しいただいた多数のゲストの皆様方、弊社事業をサポートしていただいている関係者の皆様、そしてさらに私ども良きパートナーでありますディズニー社の皆様方のおかげでございまして、この場をお借りいたしましてそれぞれの方々に深く感謝御礼申し上げます。本当にありがとうございます。東京ディズニーリゾートが始まったのは1963年4月15日東京ディズニーランドが開業した日、その日でございました。この日はアメリカのディズニーランドの素晴らしい世界を日本の子供たちに見せたいという一人の夢が叶った日でもあります。その後夢も大きく広がり、ここ舞浜は2つ目のテーマパークであります東京ディズニーシーや3つのディズニーグランドホテル、あるいはモノレールなど新しい施設が誕生し、東京ディズニーリゾートとして成長することができました。そしてゲスト一人一人の思い出とともに夢が叶う場所としてたくさんのハピネスをがここから生まれてまいりました。また私たちもゲストの皆さんの笑顔からたくさんのハピネスを頂戴いたしました。30周年という節目の今日はまさにですね、新しい歴史の始まりでございます。東京ディズニーリゾートはこれからもゲストの皆さんにたくさんのハッピネスを感じていただけるよう進化し続けてまいります。今後ともぜひ東京ディズニーリゾートにご期待くださいませ。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。どうぞこちらでお待ちください。それではここで私どもの長年にわたる心強いパートナーである
ウォールトディズニーパーク&リゾートチェアマン、トム・スタックスさんをご紹介いたします。それではトムさん、お願いいたします。Thank you very much. Good morning. It truly is an honor to be here with you all as we celebrate the 30th anniversary of the Tokyo Disney Resort and mark a significant milestone in the history of this spectacular place. ご紹介ありがとうございます。そしておはようございます。東京ディズニーリゾートの30周年を記念し、この素晴らしい場所で歴史的な節目を皆様と共に迎えることができ、非常に嬉しく思います。Since opening day in 1983, the Tokyo Disney Resort has inspired the imaginations of hundreds of millions of guests, becoming the most beloved leisure destination in Japan. None of this would have been possible without the vision and dedication of the Oriental Land Company, who have been our extraordinary partners for the last three decades. 1983年の開業以来、東京ディズニーリゾートは何億人ものゲストの想像力をかきたて、日本で最も愛されるデスティネーションとなりました。これは30年もの間の結出したパートナーであるオリエンタルランド社のビジョンと献身があってこそできたことです。 A special relationship, spirit of collaboration, and true friendship that exists between our two companies has continued to grow and flourish.which can directly be seen in the many incredible attractions, entertainment, and experiences we've added throughout the years. 両社の特別な関係と連帯の精神、そして固い友情はますます深く発展し、それはこれまでに作ってきた新たなアトラクション、エンターテインメント、そして圧倒的な体験という形に現れています。I also want to specially recognize the outstanding cast.Here in Tokyo, who have brought so much happiness to our guests and have touched the hearts of millions, literally from around the world. They bring our parks and resorts to life every day and help guests create unforgettable memories with their friends, families, and loved ones. And their passion for storytelling, commitment to quality, and attention to detail are a true testament to Walt Disney's legacy. And I'd like to thank them for all the magic they've created these last 30 years.また東京の類まれなキャストな皆様をここで称えたいと思います。ゲストにハッピネスをもたらし、世界中の数知れない人々に感動を送るキャストはパークとリゾートに日々命を吹き込み、ゲストが大切な家族や友人と一生の思い出を作るお手伝いをしています。キャストの情熱的なストーリーテリング、高い品質へのこだわりと努力はウォルト・ディズニーが残した伝統を受け継いでいます。改めてキャストの皆様が30年間魔法を作り続けてきたことに感謝いたします。 Walt Disney once said that Disneyland and by extension all of our parks would never be complete as long as there is imagination left in the world. So today as we reflect on the past and look to the future of Tokyo Disney Resort, it's clear that Walt's words are as true as ever. So on behalf of everyone at the Walt Disney Company,Congratulations on 30 remarkable years, and we can't wait to celebrate the next 30 with you all together. ウォルト・ディズニーはかつてこの世の中に想像力がある限り、ディズニーランドは永遠に完成しないと言いました。これは全てのディズニーパークに当てはまることです。東京ディズニーリゾートのこれまでを振り返り、また未来に目を向ける今日この日、ウォルトの言葉がいかに真実であったか身をもって感じます。素晴らしき30年に対し、ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーを代表し、心よりお祝いを申し上げます。次の30年もまた皆様と共に迎えたいと思っております。Thank you all very, very much. 皆様、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆様、お待たせいたしました。これより皆様とご一緒に、30周年の幕開けを迎えたいと思います。皆様ご準備はよろしいでしょうか。この30周年の幕開けの宣言は株式会社オリエンタルランド、
代表取締役社長兼 COO 上西恭一郎より行わせていただきます。上西さん、お願いいたします。それでは加賀美さん、トムさん、前にお並びください。上西さん、お願いします。皆様、おはようございます。オリエンタルランドの上西でございます。東京ディズニーリゾート30周年のテーマ、それはハピネスです。ゲストの皆様とディズニーの仲間たち、そしてキャストが一緒になりハピネスを感じ、そして分かち合う特別な1年にしていきましょう。それでは始めましょう。東京ディズニーリゾートが史上最大のハピネスに包まれる30周年の幕開けです。ザ・ハピネスイヤー。
ザ・ハピネスイヤーオープニングセレモニーを終了いたします。30周年を迎えた東京ディズニーリゾートをどうぞごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。See you.
見てるぞ。Ha ha ha!
できるよ。
It's a place of splendor and surprise. A world so dazzling, you won't believe your eyes. With wishing wells and magic spells, a castle standing tall, and treasures large and small, what a child within us all.1日東京ディズニーランドにオープン。スリルに飛び込め。